後藤一発毎日が本番始まりました。今日は、6月の13日土曜日です。やってまいりました。ヘイス。昨日とんかつパンパン平井の方でペイペイ契約してきました。ペイペイ、あのね、なんだろうな、まあいいんじゃん。今の人ってみんな何ペイペイ使ってんの？うちのとんかつ屋でも使えるんで、ぜひまあ来た時はペイペイしてください。まあだけどね、そもそもね、ペイペイの営業の人ってさ、どうなのマジで楽しいのかなと思って。ちょっと俺、ちょっとね、これだよこれ。一発怒ってるよ。あのね、まあ、まずペイペイ、あとホットペッパーグルメとかグルナビ、全部イコールネズミ講です。アンドイコールアムウェイ。なんなん？あのさ、会社入ってさ、1週間2週間みたいなやつがさ、ワッショイして来るじゃん俺のところに。それで商品の説明をするんだけど、全然ぬりーよ、まあふざけんなって。それで契約が取れちゃってるってかなり奇跡で、本当にお前の答えというか、お前本当に求めてるところ何なの？その契約できる店舗にしかなんか興味がないというか、結局その先にいるお客たちをそのペイペイってシステムで喜ばしたいのがあんたらの仕事だろ。そこを見失って一件契約したら5000円もらえるペイペイみたいな、そんなんじゃねえんだよ。そんなんでやってたって全然9割のカスと一緒のことをただやってるだけだから、ペイペイの営業が別にあなたじゃなくてもよかったんですよ。だってみんな言うこと一緒なんだ。ペイペイ今みんな入れてるんで、お客さんとかでも使う人多いと思うんで、入れといたら絶対いいと思いますよって、うん、はい、言うこと一緒な。あとさ、ホットペッパーグルメとかさ、プロのカメラマンを呼んで、誰だよそいつ、写真を撮りまして、美味しそうな写真撮ってそれを広告することによって20代30代の女性とかのハートをつかむことができます。嘘くそ、いやいや、やめて。そんなね、そんな簡単なわけねえじゃんバカ。だからな、本当に俺とペイペイとかしたいんだったら、俺言ったじゃん、お前契約する前に俺と会ってるよな。そん時にな、中島、俺の後藤一発の毎日本番全部見てこいっつったじゃん。うん、そしたら俺のこと分かる、分かってから来なきゃダメだって。全く知らねえやつのところにアポの連絡ばっか、アポ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 しやがってよ。そんな100回のアポよりもな、一発会った方がよっぽど、一発のサプライズで会いに行ってみ、そっちの方がよっぽど価値ある。何日の何日に伺います、はい、あ、その時間ちょっと遅れます、30分とか。ええ、いらねえ、そんなアポアポしてんじゃねえよ、逃げねえよそんなこと言ったってよ。ああ、でお前がどんなやつかって俺楽しみに、会った日、初めて会った日から契約しに来る日まで楽しみにしてて、うん、後藤一発何本見てんのかな、いつな、とか言って、あの回見たのかね、とか言ってなんか思っちゃったりしてたけど、やっぱりダメだったじゃん。見てなかったじゃん。だから、俺がもう一店舗ドラム缶ここやってるとか知らなかったじゃん。え？やられてるんですか？え、それならじゃあそちらのお店もペイペイ？バカ。お前、とんかつパンパンでの営業が弱かった分際で、お前何、お前もう一個やってんだったらもう一個ペイペイ、甘いでしょ。あとさ、最後とかそのなんか飲食店とかでやってるお友達とかいて、まだペイペイ入ってなかったら紹介してください。しねえよ。だって君可愛い友達をさ、ダサいやつ紹介しないでしょ。ダサいやつを紹介するって超リスキーだからやんないんだ、誰も。俺に誰か女の子紹介してよって言ってくるやつ全員ブサイクだから、うん、だから無理ですよって。ハゲでデブでメガネで口臭くて部屋臭い、無理でしょ。そんなやつを俺の知り合いの超可愛い女の子紹介できるわけねえだろバカ野郎な。紹介してくださいよは雑魚が言う言葉だから、逆になんだよ、紹介したくなっちゃうやつになれよ。
な、そうでしょ。いや、すげえ頑張んだこの子、ペイペイの子。ああ、で、ない時、別に何にもない時とかも来ちゃって、ペイペイ調子どうですか、ペイペイとか言って、あれあれあれとか、なんでも、あれ Wi-Fi、 あ、そっか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 、ここのお店はペイペイのビジネスアプリ取ってるから、あ、だから決済が早い、あー、そうだ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 とかさ、ちゃんと入金済まれてますかとか、ちゃんと入ってます入ってますお金とか、先月ちゃんと入ってました、うん、ないよな、絶対ないよな。あの、そういうかっ飛ばしてるやつは紹介したくなる、だけどそこにないじゃん、もう一回やったら終わりだろな、契約したらもう来ねえんだろ俺のところ、知ってんだよ。そうなんですよ、だから愛足りないんですよ、営業マンの。マジで俺さ、お前らがな、そのアポまでの間、タリーズでな、コーヒーおかわりしてる間、大体のやつはそんなもんだよ。あと10分で、あの、とんかつパンパン契約。よし、コーヒーおかわり。とかじゃなくて、お前よ、改札で立ってろよ。改札で。改札出てきたところで、で、ここにシールペイペイ入って、立ってろよ。ペイペイ。ペイペイ。もう、みんな改札出てくるやつに全員、ペイペイ。ペイペイ。それやってみ？それやってるやついないでしょ、ペイペイ社員で。なあ、その、9割カスだと思ってんね。で、残りの1割になれよ。そういう営業してるやついる？ペイペイ。ペイ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 。でも、いいよ。なんでもいい。それで、え、なに？どうしたのってなる。そしたら、ペイペイを使ってあなたに元気を与えたら、それでもいいよ。それで、話し出す。営業スタート。いや、まあペイペイやってるんですけど、どんぐらいの人がペイペイを認知してるのかなと思って、ちょっと駅立ってみました。で、飲食店の人とかに、私のあの、まあ、あの営業してるあのペイペイをあのやってもらいたいんで、もしも飲食店の人とかもいたら、なんかそのままお話できたらなと思って、うん、6時間やってます。ほえ、6時間開いて、いや、もう連れてきたいよ。あ、俺飲食店何件か知ってるから、君来なさい。もう絶対俺がもう太鼓判押すよ。お前もう契約3つは取れるよ。絶対連れてっちゃう。そういうの欲しくない？そうじゃねえの。そんなのしないでさ。で、俺の話なんか楽しいのはわかるよ。だけど話聞いてる最中にウケるバカお前、過呼吸起こしてんのかと思ってこっちビビったわ。やめて、そういうの。俺が話してる間は笑っちゃいけないんだよ。そうだろ、お前。過呼吸でしょ？キモいんだよ、そういうの。ダメだ。わかったか。まあ、俺多分ね、今年ね、中島ね、ペイペイやってないと思う、もう、年内。うん。お前がこの動画見て変われんなら話は別やで。お前が、ペイペイの中の、かっ飛ばした1割になれるんだったら別やで。だけど多分できねえだろうな。後藤一発も多分もう一生見ねえだろ。あいつマジムカつくんだけどとか言って終わってんだろね。だけど、俺はお前と契約したペイペイをトンカツパンパンで入れてる。うん。お前、やったら終わりじゃねえかんな。わかったか。後藤一発、毎日が本番。からの、後藤一発じゃんけん。一発じゃんけん、じゃんけん、ポン！後藤一発、毎日が本番。